こにあるあの案内碑はですね、別府をたたうっていうですね、別府をこう褒めたたえたあの詩でございます。でこれを作った人は元フランス駐日大使のポール・クローデルさん。フランスではですね、知らない人がいないぐらい非常に有名な方で、外交官でもあって詩人でもあるんです。実はここは別府温泉の中で一番有名な場所だったんです。潮が引くとですね、干潟ができて、その下から温泉が湧き出る場所で、ここにあの明治4年にできた別府港、別府の港がここにこう映ってるんですよ。でこの港のこの堤防、石積みが実はこの石積みなんです。で明治4年にあの別府港ができてですね、でそれからすごい別府があの発展してくると。ラブレア小町はですね、観光大分県開発の恩人というふうに言われています。で別名別府観光の父というふうにもこう言われています。この丸いモニュメントはですね、ラブレア小町さんのこう温厚なこう性格を表して、こうでもう一つはあの別名ピカピカおじさんと言われててですね、頭がピカピカだったんですよ。でそれもまあイメージできるだろうということでね、モニュメントとして作っております。実は皆さんが立ってる場所、九州の関ヶ原と言われる石垣原の合戦があった場所なんです。慶長5年の9月1600年、まあ、今から約500年以上前、ここで、すごい戦いがありました。福岡の黒田女子とこの地元の大友吉宗、高台にガスがこう通りかかった時に、当時七五条ガイドでですね、石垣原の合戦を紹介していた下りがあるんです。この高原の一帯は石垣原の古戦場を、今から304年前慶長5年の秋9月南軍大友吉宗が、この日が北白川宮様がここにあの石垣原合戦のこの跡を見に来たという石碑になります。で親子を揃って来たんですけど、子供さんはここにあの5円を置いて、これいつやったのね、昭和14年ですね、14年に見えられて、まあ、お礼として5円を置いて帰ったという記録があります。あのこちらの地獄が鬼山地獄っていって、あのワニ地獄ですね。ここはあの白池地獄ということで、あの地獄、温泉の地獄は真っ白なんですよ。滝があるんですけど、これ温泉の滝です。でここであのお湯を飲むこともできます。でこの温泉結構熱いんですよ、まあ、98度、まあ、滝ってますからね。でここではその温泉の蒸気を使って調理をすることができます。でこれ自分たちであの食材を持ってきてもいいし、ね、この中でもこう販売してます。そこであの食材とか地獄蒸しするのにちょっと時間かかるんで、足湯に入ったり足蒸しとかいうのもできます。ここで、で今からはちょっとこう裏道をこう入って回っていきます。源泉がある場所です。でもやっぱり100度近くあるんで、それを蒸気とお湯とにこう分けてうまく利用する場所でね、あのだけまあ表ばっかし歩かないでですね、ちょっと路地に入るとこんな素敵な場所だね。別府の人はこうやって吹き出てるところを地獄って言います。だから油屋小町はですね、こう地獄巡りっていう言葉をこう作ったんですよ。こう遠方の人が地獄巡りとか聞いたら、なんかあんまりそんなとこ行きたくないなってやっぱ思うじゃないですかね、おっかなびっくりでね。だけど実際行ってみると、そこは極楽天国だったっていう仕掛けがあるんですよね。ここはカンナーの虫湯です。まあいろいろ体のこう不純物も出してしまうという、もう非常にあの水がきれいなとこやないとできない薬草なんです。中に入るときですね、こう戸を開けるとその石礁の草の香りがふーんとこういい香りがしてきて、でそれがもう体にこう染み渡ってきます。でここにあの湯掛け一辺上人様のですね、お地蔵さんがあります。自分の体の具合が悪いところをあのお願いして、このお湯をかけていただくという、もう屈指の有名な温泉がここですよ。あの筋湯温泉という、筋ですね、筋肉のによく効く温泉ということでね、カンナーに湯治に来る人は必ずここの温泉に入ります。で最後はここであの地獄蒸しのおやつを皆さんにね食べていただきます。